どうもこんばんは、トモキン TV のトモキンです。もう死にかけてます。栄養失調になっております。このままで行くと危ないって言われてます。で、いつもかかってる病院にちょっと電話して聞いてみたんですけど、薬局とかコンビニで栄養が取れるものがなんかカロリーメイトみたいなのがあるって聞いたんで、いつも行ってるコンビニに今からちょっと向かおうと思います。病気が進行して、吐血を繰り返してた面々もあり、あと園芸がうまくいかなくて、食事が思うように取れなくて、体重が急激に 20.9 キロも落ちて、危ない心境だって今日言われました。いつまでこの寿命が持つやら自分でも分かりませんけど、すいません、頑張っていこうと思います。ちょっともうコンビニ近いんで、この辺で一回失礼します。